ブライアン・クリスタンテは、イタリアのサンビートあるタリアメント出身のサッカー選手。イタリア代表、セリエ A スローマ所属。ポジションはミッドフィールダー。父親は、カナダ出身で、ブライアン自身も、同国のパスポートを保持している。地元のアマチュアクラブを経て、2009年に AC ミランの下部組織に加入。2011年12月。 UEFA チャンピオンズリーグの FC、ビクトリアプルゼニ戦に途中出場して、プロデビューを果たしたが、16歳278日での UEFA チャンピオンズリーグ出場は、クラブ史上最年少だった。2014年9月1日、5年契約でベンフィカへ移籍した。しかしベンフィカでは1年半で公式戦20試合の出場に終わった。 2016年1月に US チッタディパレルモへ、買取オプション付きレンタルで移籍しセリエ A 復帰を果たしたものの、パレルモでも4試合の出場に止まり買取条項は、行使されなかった。その後2016年6月29日に、セリエ A 昇格組のデルフィーノ・ペスカーラ1936へ、買取オプション付きのレンタルで移籍し、セリエ A で16試合に出場。 2017年1月27日には、アタランタ BC へ再び買取オプション付きのレンタル移籍を果たした。2018年6月8日、エースローマにレンタル移籍することが発表された。レンタル料500万ユーロに加え、1500万ユーロでの買取義務付きでのレンタルとなる。U-16 を皮切りに、各年代のイタリア代表に選出されている。 ありがとうございます。